皆さんこんにちは、講談社で人事部長をやっております、後藤と申します。今日私がですね、紹介するのは、ティム・オブライエンという、作者が書いた、本当の戦争の話をしようと、まあ外国人が書いた、小説ですので当然翻訳者がいるわけですが、翻訳者はなんと村上春樹さんです。言ってしまえばティム・オブライエンの作品が面白いっていうことだけじゃなくて、村上春樹さんの文体で戦争の話が読めるという、まあ一粒で二つおいしいみたいな作品になっています。いや、そもそも戦争の話ってそんなに読みたくないんだけどっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけども、僕自身はすごく戦争の話って面白いなと思って、子供の頃からいろんな材料で、楽しんできました。当然アニメとか漫画の影響とかもあったんですけれども、やっぱり、個人的にですね、自分の父親が、戦中派でして、空襲とか、子供ながらに経験していて、その時の話をこう聞いてきたということがちょっと大きかったかなと思います。で、まあ、この会社入るといろいろ自分の興味のあることを調べられるので、割と戦争体験者の方とかこう取材とか、してきたんですね。実は漫画の部署にいたんですが、それでもね、まあ、工夫次第でそういうことは割とできた。で、そういう取材を重ねたり、人の話を聞いてるうちに、まあ、戦争ってすごい一つ、まあ理不尽に対なって、まあ、もちろん体験なんですけれども、その理不尽に対して、まあ個人でそのことを処理しないといけないというのは結構大変なことなんだなと、いうことが僕なりに分かってきました。で、そういうことが分かってきた頃にちょうどこの本に出会えたなということで、非常に その自分史上、自分の読書体験史上すごく印象深いいいことになってきました。この作品は短編集になってまして、一つの、ベトナム戦争に従軍している小隊に起きたことを、まあ、短編でつないでいくという形になってます。で、最初に読んだ時には、この中の第4短編である、すいません、レイニー川でっていう作品に非常に感銘を受けました。まあ、当時まだアメリカは徴兵制を敷いていて、その徴兵 の指示が来た時に主人公であるティム・オブライエン君が、どういうふうにな事件に遭遇してきたかっていうところの話なんですけども、やっぱそこで一番さっき僕が言った個人で処理しないといけないっていう問題が最初に浮かび上がってくるんですね。で、改めて再読してみて、実はそのテーマってずっと貫かれていることにやっぱり気づかされました。小隊でが出会った同じ風景をみんな見てるんだけれども、それぞれの兵士が、それぞれ違うようにそれをことを見ていて、結局自分の今感じているストレスだったり、考えていることっていうのは誰にも理解されないんじゃないかっていう思いを抱きながら従軍している、その様がですね、非常にこう短編をこう重ねていく中で、ある同じ事件なのにみんながそれぞれちょっとずつ違う取り方をしているっていうことが分かってくる。非常にその重層的な厚みを持って、その彼らが見た戦争の本質っていうのが見えてくるんじゃないかなと思います。非常に、村上春樹さんらしいこう、まあ、柔らかい文体なんだけどハードボイルド、非常に乾いた印象で、なんていうのかな、戦争で泣かせてやろうという本では当然ないんですね。その辺がまたすごく僕には合ってたかなと思っています。皆さんにもぜひこれは自信を持ってお勧めしますので、読んでみてください。村上春樹さんの本ですので、いまだに普通の本の、本屋さんの平台に置いてあると思います。ぜひ手に取ってみてください。
よろしくお願いします。